オントンジャワ海大マニヒキ海大、ヒクランギ海大太平洋におけるオントンジャワ海大、マニヒキ海大、ヒクランギ海大の位置オントンジャワ海大は太平洋のソロモン諸島の北にある巨大な海大。ほとんど洪水源部岸からなる火山起源の海大である。平均水深は2から3キロメートル最高点は水深1 7 0 0ルに達している。 ルイビルホットスポットは1億2000万年前から1億2500万年前にマントルプルームが形成したホットスポットと考えられる。現在は離れているマニヒキ海大とヒクランギ海大も含めもとは一つの火星区で世界最大の海大があった。これはこの2億年間での地球上最大の火山活動で8000万立方キロメートルのマグマが地球の 1> 約1%を覆ったものである。海大の岩石年代は大部分1億1900万年前から1億2500万年前を示し、それから2000年から4000万年後に二次的な火山活動があり、面積はほぼアラスカ州の面積に匹敵する150万平方キロメートル、噴出量は500万立方キロメートルに及んだ。この時期は白秋に起こった、 アプトキの海洋無酸素事変に大体相当する。白亜紀には他にも海洋無酸素事変が相次いでおり、海洋生態系は多大な影響を受け続けた。中でも、約9000万年前の中論期にカリブ海巨大カナリー岩石区を形成した火山活動による海洋無酸素事変が招いた海洋環境の悪化は魚流などの生物の大量絶滅を起こしたとされる。 海大は太平洋海底で形成され、現在も海中にあるが、プレート運動でソロモン諸島と衝突したことがあり、その時にラモス島やマキラ島などが海面上に現れた。海大上には巨大な海山がいくつかあり、オントンジャは干渉はその一つにできている。ありがとうございます。